アクトアモーレは、大阪府高槻市の西日本旅客鉄道高槻駅、中央口前に位置する超高層ビル及び、複合商業施設であり、2004年2月にオープンした。高槻駅コンコースとは、ペデストリアンデッキで直結されている。住宅棟と商業棟からなり、商業棟には1階から4階が、アルプラザ高槻、5階の6階が、シネマコンプレックスが入っている。 このほか、大垣書店など数々の専門店も入居している。アクトアモーレと隣接する高槻阪急には自転車とバイクの固定ロック器具付きの有料駐輪場が設置されている。なお、アクトアモーレの駐輪場は入場から2時間まで無料である。このほか、建物北側に位置する商店街、アクトモール、さらに交差点を挟んだアクタ川商店街まで店舗が連なり、 高槻駅北側の商業集積地となっている。アクトアモーレの名前の由来は、アクタ川の元の名となったアクガタナ、さらに英語のアクトと、イタリア語で愛を意味するアモーレを合わせたもの。アクトアモーレの上部にあたるローレルスクエアは、2棟とも高さが100メートルを超えるタワーマンションとなっている。所在地 JR 高槻駅北バスターミナルと、 アクトアモーレ駅の北と西に分散していたバス停を集約するバスターミナルを設置。広場の中央に歩道が貫通する双眼構造とすることで自動車が広場内を横断するルートがなく安全性が高い設計となっている。アルプラザ高月に関するカテゴリー。ありがとうございます。